ハロー、めぐっぴです。質問をされたけど、はっきり答えたくないときや、気持ちが決まっていないとき、どうしますか？今回は、英語で Yes や No の間にある曖昧な表現を学びます。うまく答えられなくて困っていたという人は、ぜひ覚えて使ってみてね。では、曖昧な表現について早速見ていきましょう。まず一つ目は not really。 これは no を示す表現のバリエーションの一つとしても紹介しましたが、そうでもない、あんまりというような意味です。相手の質問に対して完全に否定するわけではないけれども、部分的に否定したり、戸惑いや微妙な違和感を表したりするときに使います。例えば Do you like this movie?Not really というふうに使うことができます。 Not really 直訳すると本当にではないというような意味ですが、直接的な No とは異なり、柔らかく控えめな否定を意味します。日常会話でよく使われます。続いては Kind of、 これはなんとなくとか、まあそんな感じというような意味です。ある程度の肯定や否定を示しつつも、完全には断言しないというようなニュアンスです。例えば Do you understand the lesson? Kind of というふうに使うことができます。 Kind of、 これも日常会話でよく使われる表現です。 Kind of なんとかだと、種類やタイプという意味や、ある種のというような意味でも使われますが、 kind of だけで使うと、はっきり答えを言いたくない時や、返事をごまかしたい時、もしくは詳しく話したくない時などに使われます。続いては I guess、 これは多分ねという意味の表現です。自信がないけれども、自分の意見や感情を伝える時に使います。例えば Will you come to the party? I guess というふうに使うことができます。 I guess の guess は推測する、予測するという意味の単語ですよね。自信がないときや推測する際に使う表現で、 I think と比べると確信が弱くなります。カジュアルな会話からビジネスの場面まで幅広く使われています。英語はどちらかというと白黒はっきり伝えるイメージがあるかなと思うんですが、相手の気持ちを傷つけないようにやんわり伝えるための表現というのもあるんですよね。こうした表現を使うと、相手に対して柔らかいニュアンスや微妙な感情を伝えることができます。それでは発音のコツです。発音のポイントを確認しておきましょう。まず一つ目の not really、 これは not really という感じですね。 not really ではなく not really というような感じで、リズムよく発音することで自然に聞こえます。まあ、こう力まずにリラックスして言いましょう。 not really、 はい。で、続いては kind ofですね。これは kind of じゃなくて kind of という感じで、早く言うことでカジュアルな感じになりますね。もう一単語ぐらいのこう感じで言いますね。で、もう一つは I guess は I guess ですね。はい、あの I guess、 カタカナのように I guess とはっきりすというよりは I guess という感じですね。はい、 S の部分を軽く発音するというのがポイントになります。では この表現を使った会話の練習をしてみたいと思います。めぐっぴが質問するので、質問に対してそれぞれ答えてみてください。まず一つ目は Not really で答えてみてください。では行きます。
Do you want to go for a walk? 続いては kind of で答えてみてください。Do you like your new job? 最後は I guess で答えてみてください。Are you ready for the test? このように状況に応じて使ってみてください。ということで今回は Yes と No の曖昧なニュアンスを表現する方法について学びました。これでもっと自然な柔軟な会話ができるようになりますね。では次回もお楽しみに。めぐっぺでした。にゃー。